3月末で小学校教師を辞め youtube で授業動画配信して生計を立てていこうと思ってますどう思われますかまああの誰かを成功すると思いますあの結局その同じようなことを考える人がいていろんな人が挑戦して誰かは成功するんですよなのであのこういうのってやったらうまくいきますかっていうのは誰かはうまくいくんですけどただその教材みたいなやつってその一人すごい有名な人が出ちゃって多分10人ぐらいは食えると思うんですけどそれ以外の人ってそんなに進められなくなっちゃうと思うんですよね いやそのあの例えば算数大好きでそのなんか掛け算の覚え方の動画を10種類見る人っていない,い,ないじゃないですか。なのでその句の暗記の仕方の覚えやすい動画が1個あってそれで理解した子はもうその掛け算ク,クの覚え方っていう動画は見ないじゃないですか。なのでその例えばじゃあ音楽のジャンルでそのなんかロックが好きですっていうのがあったらいろんなロックミュージシャンがいるからいろんなロックミュージシャンでいろんな曲を聴こうって言ってロックファンだから大体有名なアーティストのロックの曲は全部聴いてますんでちょっといっぱいいるんですけど。 その学習の場合って自分が理解しちゃうともう二度と見ないじゃないですか連立方程式わかりませんですごい分かりやすい動画が出て連立方程式わかりましたって言うともう見なくなるんですよ。なのでまあ毎年毎年新しい子が見るっていうのはあるんですけどじゃあ新しい子がどのそのじゃあ連立方程式を解説する動画を見るかっていうとそのみんなが勧める先生の動画だったり登録者数の多い動画になるんですよ。 なので勝ち残った人はそのまあ毎年毎年新しい子どもたちが見に来たりとかその学校の先生とか塾の先生が「あの先生の動画面白いよ」とかで紹介されるっていうのがあるので勝ち残った人だけが勝ちそうじゃない人があのほぼ死滅するっていう状態になるのでそう勝ち抜ける自信があるんだったらいいと思いますけどなのであのやめる前にひとまずちょっと試してみたほうがいいんですよね。その動画を何個か上げてみてどれぐらい再生数伸びるのかでこれ食っていけるほどの収入になるのかっていうのでもしならないんだったらあの小学校の先生そのまま進めたほうが安全なんじゃないかなと思います。